い蝶々は雪をさん白いベレー黄色い蝶々は君へさん黄色いおべべ共に歌おう共に遊ぼう随分早いのね。さ、いつものようにお目覚めあげましょうね。まあ、おいしそうだわ。おいしい。白石のおじさん、おはようございます。おお、生き坊かい。おはよう。またお目覚の催促かな。さ、お上がり。こぼれる、こぼれる。ストップ、ストップ。おお、おいしい、おいしい。黙れ黙れ。ああ、痛い。腰が抜けた。ああ、おじさん、お助けさん、どうしたの。君、小鳥だろ。鳥のくせに飛べないなんておかしいじゃないか。だって僕まだひなもんだから飛べないんだよ。いや、今度は起きないようにするわよ。あ、ありがとう、ありがとう。バイ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 。お前うるさいぞ。ああ、冷たい冷たい、冷たい冷たい。ああ、これで一安心。もう雨には濡れませんよだ。あたい冷たいわ。どっかで雨宿りをしよう。どこがいいかしら。あ、そうだ、白石のおじさんのところがいい。ひどい雨だね。そろそろとても閉めるかな。ひらりのおじさん、雨宿りを助けてください。あ、おじさん。ひらりのおじさん、あの庭の蝶も中に入れてあげてください。お願いでございます。お願いでございます。ダメダメダメ、入れることはできんのだ。ひらりのおじさん、ダメと言われてください。おじさん、なぜあの庭の蝶を入れてくれないんですか。それはな、あの庭の蝶の羽の色が違うからじゃい。それで入れることはできんのじゃ。おー、これこれ、どこへ行くのじゃ、雪坊。いいえ、僕一羽だけの雨宿りでは嫌です。三羽一緒でなければ嫌なんです。さよなら、おじさん。入れてちょうだい、入れてちょうだい。あ、雪雄さん、どうして。ダメ、ダメだったの。だから三羽一緒に雨宿りのできるところを探そう。さ、元気を出して。あー、風が出てきたわ。私怖い、飛ばされる。雪雄さん、大丈夫だよ。探してあげるからね。しっかりするんだよ。元気を出し。私怖い怖い。あ、どうぞ紅原のおばさんとこ行きましょう。きっと助けてくれるわよ。紅原のおばさん、紅原のおばさん、雨宿りさせてください。紅原のおばさん、雨宿りさせてください。あ、あ、紅子さん、か、あ、あんたはダメダメ。ゆきおさん、はい、ゆみえさん、どうしたの、どうしたの。Thank you.
これひどい風だ。傘が飛ばされる。もう僕も飛ばされそうだよ。飛んじゃった。雨も止むからね、しっかり押し。あれはさっき僕を助けてくれた3番長だ。よし、今度は僕が助けてあげるぞ。君ちゃん、しっかり押し。お、何をするんだい。昨日小鳥さんが投げてくれたのよ。小鳥くん、ありがとう。さあ、これをかぶって雨宿りをしよう。君ちゃん、もう大丈夫よ。そうとも、そうとも、もう大丈夫だ。さあ、もう一枚。助けてしまえ。あ、小鳥くん、どうもありがとう、ありがとう。さあ、今度は僕の番だよ。あれ、僕のがないよ。冷たい冷たい、雨こんこやんとくれ。いや、お天気になっちゃったよ。あ、お天気になったって。あ、本当だ。お天気、お天気。早く帰ろう、帰ろう。本当によ、クロスケさん、ありがとう、ありがとう。どういたしまして。いやあ、これはこれは。どういたしまして。さようなら、クロスケさん。いや、これはこれは、これはこれは、よう、仲良くしようぜ。